アッシュレディオ。さあ、さあ始まりましたということで、始まりました。はい、おはようございます。さあ、皆さんあれですね、アシラジって呼んでる方もいますね、アッシュレディオのこと。アシラジですね。まあ日本人的にはそういう感じ。アシラジですね。アシナラジオみたいな。アシナラジオ。ちょっとだからアッシュレディオっていうのが正しく、カタカナで書いたらアッシュレイディオですから、ね、はいはいはい。アシナラジオじゃないですよ。アッシュレイディオです、カタカナで書いても。ラジオじゃないの。はい。そうですね。じゃあちょっと質問、アシラジの質問きます。はい。アシラジ質問よろしくお願いします。いつもありがとうございます。お、仕事と妻について質問です。ほう。残業して仕事をしている際に妻から何時になるとか、まだといった帰りの催促の連絡が多々あります。これは共感している方多いんじゃないですか。次の日の仕事の準備等でやはりすぐには帰れないのが現状です。それを説明し遅くなるまでも伝えても帰ったら文句を言われます。この解決策は妻に仕事に対する自分の考えを理解してもらうことなのでしょうか、それとも自分の能力不足なのでしょうか。かっこ邪魔だから帰ってこなくていいと言われるよりはマシですが…かっこ笑い。また、アシラさんはこの辺りの奥様とのやり取りはどのように行っていますか。あらかじめ何時に帰るからと伝えて、それ通りに帰るのでしょうか。アシラさんのご意見、やり方を参考にさせていただきたいです。よろしくお願いします。といういい質問ですね。これはね、これは世の中で、ね、いろんなとこで起こってるんじゃないでしょうか。家庭っていうのは、はい、外部の影響力が一番効かない世界なんですよ。ああ、はい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 。要は、なんだろう、会社だったら上司と部下2人っきりじゃなくて、うん、上司の上司がいたりとか同僚がいたりとかして相談をしたりとか、うんうん、じゃあもっとこういうふうにしようって言って、うん、環境によっていろんなものが変化しやすいんですよ、職場の方。でも家庭って小屋の中でもう2人しかいないっていう、はいはいはい、で常識はなんなら妻の方が決めがちっていうのがあったりするんで、これ非常に難しい話ですけど、ね、はい、で、まあ奥様方の気持ちを代弁すれば、うんうんうん、私はたくさん家事をしてると、うん、育児もしてると、うん、私の方が早く帰ってると、うん、だから一言で言えば私のことを褒めてってだけの話なんですよ。でもこの家庭の中に女性がガラパゴス化してこう、うんうんうん、ずっと家に生息してしまうと、うんうん、その私のことを褒めてほしいっていうことが言えなくなってくるんですよ、うん、おお、ほう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 、え、私のこと褒めて、うん、いや職場だったら、うん、特に僕の会社みたいな、うん、もう野郎だけだったら、うん、え、僕のこと褒めてください、はぁ、あ、バカ野郎で、成立するんですから、はい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 、片山そうもいかないです、うんうんうん、だから一番褒めてあげるってのが一番いいです。あー、いつもありがとうみたいな感じで、で、え、私のこと褒めてほしいっていうのが、うん、何時っていう言葉になるわけですよ。え、まだ、はいはい、ってなるわけです、はいはい、まだ褒めてくんねえのかと。そうそうそう、まだ帰ってこないのじゃないですか、うん、まだ褒めてくれないのっていう、え、まだっていう話。はい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 、あー、そういうことか、はい、でもそれって例えば専業主婦で奥様が働いてない方と働いてる方でもちょっと違うんですかね、はい、どうですか。 あとは子供がいるのでもだいぶ違うと思います。あー、そっかそっかそっか。で、なんか働いてたら例えば会社で、あ、そうか、会社で褒めてもらうのと家で褒めてもらうのはまた違うわけですね、要は。あ、まあまあそれもあると思いますよ。でも普通にリンクスというか、うんうん、共働きで子供がいなかったらそこまでそんな問題は大きくならないと思うんですけどね。ああ、はい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 。じゃあお子さんがいるとまだこう変わってくるわけだ。子供がいた方がやっぱ結構いろいろ、まあそうだね、大変なことが増えてくるんですよ。いろんなパターンが出てくるからね。そう、で大変なことを自分の中で処理できればいいんですけど、やっぱ女性は共感を求める動物なんで、はいはいはい、でも共感できない、共感したいんだけど、うん、共感相手がしてくれない場合にそれが批判に変わっちゃうんですよ。だからママ友同士だったら共感し合えるじゃないですか、うん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 、え、これ大変でさ、いや大変だよね、うん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 、でもなんか旦那にそれを、うん、いやこれ大変でさ、あ、そうなのって言われたら、うわ、え、分かってる本当にみたいな話になったら大変になりますよね。ありがちだな、はい、ありがちだな。そうですね。で、すごく大事なのは早く帰ろうとしないって、これはポイントです。おお、普通世のだね、旦那さん、まあパパはこれは旦那さんに向けて言ってますよ、はい、うん、奥さんは聞かないでくださいね、世の中の奥さん決して聞かないようにしてください。今から耳を塞いでください。
通仕事早く切り上げて早く帰ろう、まっすぐ家に帰ろうってなりますよね。よ普通は。それは要は帰るのが1時間早かったら上機嫌になると思ってるんですよ。うん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 、あと10分早かったらもっと上機嫌になると思ってます、うんうん、その方程式がそもそも成立しないんですよ。あもうそれでえまだえ何って言ってくるだとすれば、うん、何時に帰っても言われるんですよ、うんうんうん、だったらもう仕事をちゃんと片付けた方がいいです。うーんで帰ってからもう 100% 待っててくれてありがとうとか料理作ってありがとうっていう 100% の感謝で伝えた方がいいです。あこれが一番健全なんですよ。はい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 。1時間早く帰ったのに、うんなんでそういうこと言うのっていう顔が旦那にもあるわけですよ、その場合は。あー、はい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 、はい、お前のために俺は早く帰ってきたの、仕事も切り上げてっていう顔が出た瞬間に、え、だ私だってさってなるわけです。なる、はい、なるなる。だから旦那の、あの、あるべき姿っていうのは家に帰ってからはもう 100% 感謝です。はい、何から何まで、ありがとね、全ても何のありがたい、うん、グーの根も出ないよ。ありがとうございます。はいはいはい、っていうスタンスで来ると、うん、あの奥様方も奥様方で、うん、あら分かってるじゃん、分かってるじゃない。そんな言うならじゃあ仕事してきてくれてありがとうね。こういう交換条件です。そういうここで初めて正しい取引が終わります。あはい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 、はい、そっかそっか。じゃあ遅く帰って、まあだから、7時とかじゃなくて、まあ、9時とか、うん、まあ遅くなっちゃっても全力感謝で。そうそうそう、遅く帰ってごめんねじゃないんですよ、うん、ごめんねって言うと、え、分かってる本当にってなっちゃう。はいはいはい、はい、だって遅く帰った時こそ、いや本当にありがとうね。あもうありがとうっていうのはもうあなたが大変だってこともう全て分かってるよっていうあれじゃないですか。はい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 。あそっかそっかそっか。ごめんねにはねぎらいがないんですよ。あでも男ってなんかこう謝ったらいいと思ってる節があるじゃないですか。あるマジごめんって言ったらある何を謝ってんのって言われるよね。そう、何が悪いと思ってるの。そう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 、いやだから謝ればいいと思ってるとこが嫌なんだよね。ということで今後 の, あのご主人の皆様はですね、旦那さんの皆様はあのごめんねをありがとうに書いていただいて、そうですね、ごめんねからありがとうっていうそんなお話でした。ありがとうございます。